ウォッシュウォーシュ、はい、始まりました。洗濯ブラザーズの、YouTube です。よろしくお願いします。で、今日は説明するのがなんとできました。洗濯ネットです。セーター、こういうねデリケートなセーターを、この洗濯ネットを使えば手洗いしないでこの洗濯機で洗えるっていう、そういう洗濯ネットを開発できました。ランドリーネット360度で、この使い方としては、しっかりとこうセーター畳んでいただいて、畳んだ状態で中に入れて、ここの紐、この紐をキュッと結んでいただくだけです。で、洗濯機で洗っていただくっていうことなんですけども、ちょっと注意点がありまして、縦型の洗濯機だと遠心力とかでエラーが起きにくいんだけれども、このドラム式の洗濯機は水の重みがこうすごく一点に集中しちゃうんで、ここでエラーっていうのは起きちゃうんですね。で、この結構エラーを起きちゃうと、ずっと脱水がされないままになっちゃうので、そういう場合はこのバスタオルを一緒に入れて脱水をかけてあげると、この重さがバランスが取れるようになるので、これでエラーが起きにくくなって洗うことができます。洗い方は簡単です。水と洗剤をこのドラム式の洗濯洗剤の中に入れていただいて、よく混ぜていただいた状態の中にこの洗濯ネットを入れていただくだけです。洗い時間は3分、すすぎ1回、脱水はソフトで2分ぐらいやっていただければ、ちょっとこう水の抵抗をね、十分こう抵抗されないような脱水ができるんですけど、通常の洗濯ネットと違って、水の抜けが少し弱いので、ちょっと脱水を少し長めにしてあげると、エラーが起きにくくなって、しっかりと縮むことなく洗うことができますので、ぜひ皆さん使い方としては、バスタオル、乾いたバスタオルを脱水時に入れるだけです。それで、こういうデリケートなものが洗濯機で洗える、そういう洗濯ネットができましたので、皆さんぜひ手に取って使ってみてください。以上です。